はい、酒好きな元新潟人の飲酒農家です。今回は、第3のビール、麦とホップ魅惑のホップセレクション、じゃあセッションか、ホップセッションですね。甘い香りのホップと柑橘のように爽やかに香るホップ、2つのフレーバーホップを、絶妙にブレンド。ホップが奏でる、精霊な苦味と驚くほどフルーティーな香りをお楽しみください。アルコール度数 4.5% 以上、 5.5% 未満。原材料が発泡酒、麦芽とホップと大麦とスピリッツ、大麦です。それでは、いやー暑いね。なんか湿度がね 65% ぐらいあって、気温は今夜の11時で、気温が、29度ぐらいなんですけど、なんかねやけに暑い。こちらじゃーん、アマゾンで購入しました。600円ぐらいで、カリカリ梅。これは、まあ、あんまりそこまでも美味しくはないというか、まあ、やっぱカリカリ梅はあれだよな。安定の、梅柴ですね。梅柴が一番美味しい。高いんだけどね。じゃあ、いただきます。今ちょっとこれ何、保冷剤じゃないんだけど、アイス枕みたいなダイソーで買ってきた。暑くてさ、まあまあじゃない。これはいわゆる、ペールエール的な風味がある。柑橘系の香りがある。まあ、ジャパニーズペールエール的な。まあ、ペールエールよりかはるかに、コクが薄いですけど。まあ、言うて、第3のビールだから。まあ、こんなもんでしょ。まあかなりコクはないですけど、まあ、まあこんなもんだな。こんなもんだなっていうか、まあそこそこのほのかな苦味と、かはありますね。
まあ、これ飲むなら、ホワイトベルグ飲んだ方が美味しいでしょうね。大して美味しくはないかと。23。コクはないですね。甘みも特にない。こんなもんでしょう。1343です。ご視聴ありがとうございました。